テラ？どこ？すみません。ちょっと聞きたいことがあるのですが。ほう、礼儀正しい嬢ちゃんじゃな。わしにわかることなら答えよ。この辺で私のような身なりをした男の人を見ませんでしたか？うん、それなら確かに見たな。城の方へ急いでいるようだったぞ。ありがとうございます。テラ、会えるといいけど。いやあ、危ない、逃げて。光を感じる。このままだと戦えない。やあ、うん、さあ今のうちにその子を安全なところに。あなたはなぜキーブレードを。それは後にしよう。まずはこの場を何とかしないと。大丈夫かい？じゃあ、行くよ。はい。助かりました。マスターエラクスの下で修行しているアクアです。僕はミッキー、イエンシット様の弟子で、君と同じく修行中のミサ。この子からは光を感じます。それで狙われたのでしょうか？うん、僕も同じことを考えてたところなんだ。もしかするとこの子は特別なのかもしれないね。はい、私たちは光を守るのが使命です。一緒に頑張ろう。あ、ちょっと待って。は、僕は大丈夫。またどこかで。これを私に。このお花を摘んでたの、お姉ちゃん、ありがとう。かわいいお花ね、ありがとう。私はカイリ、お姉ちゃんは。私はアクア。カイリ、さっきの光は。カイリ、あ、おばあちゃん。あ、カイリ、ちょっと待って。カイリを守る魔法をかけたからね。いつかあなたを闇から守ってくれる光のもとへ、あなたの光が導いてくれる。お花のお返しよ。ありがとう。おいで。さあ帰ろう。うん、あ、またね。ねえねえおばあちゃん。なんだい？あのお話しして。またかい？お願い。あ、いいよ。昔々、世界中の人々は暖かい光に照らされて平和に暮らしていた。みんな光が大好きだったんだよ。ところがみんなが光を欲しがって、
やがて争いが始まった。するとみんなの心に闇が生まれたんだ。闇はどんどん広がってたくさんの心と光を飲み込んだのさ。世界は闇に覆われて消えてしまったんだけれど、小さな光のかけらが残っていたのさ、子供たちの心の中にね。子供たちは光のかけらの力で消えてしまった世界を作り直したんだ。それが私たちの世界なんだよ。でも本当の光はまだ闇の奥で眠っていてね。だから世界は一つにつながることができずに、いくつもの小さな世界に分かれてしまった。だけどいつの日かきっと闇の奥に続く扉が開いて光が帰ってくるはずさ。いいかい、もし闇に飲み込まれても闇の奥には必ず光があってお前を助けてくれるんだ。だから闇に負けてはいけないよ。闇の奥の光を信じていればお前の心が闇を照らす光になってみんなを幸せにしてあげられるんだよ。あの子に会うことは偶然じゃなかったのかもしれない。アンバース、まだいたか。そこか。ベン！ ベン！ テラ！ アクア！ やったな。みんな一緒だからね。当たり前だよ。そうだ、チケットをもらったんだ。それは？ディズニータウンの永久入場パス。面白いとこなんだって。保護者と行きなさいってもらったんだ。保護者？それよりもベン、こんなところまで来て。大丈夫だよ。俺、テラのことを変な風に言う仮面をかぶったやつだって倒したんだ。仮面の少年に会ったのか。バニタス。ベン、やはりお前はアクアと帰るんだ。いやだ、俺はテラとアクアと一緒に行く。ダメだ、俺たちにはやらなければならないことがある。それは危険が伴うことだ。テラのやらなければならないことって何？なんだかマスターの任務じゃないみたい。道は違うが闇を消すことに変わりはない。そうかな。テラが他の世界でしてきたことを見て思ったの。闇に近づきすぎているんじゃないかって。何言ってんだよアクア。テラが闇に落ちるはず。俺のことを監視していたのか。それがお前へのマスターの命令か。それは
な。そうか。テラ！来なくていい。俺たちは別々の道を行くんだ。テラ、違うの。マスターの真意はあなたへの疑心じゃない。あなたのことが心配で。ひどいよアクア。うん。マスターの命令なのは本当よ。でもそれはマスターの愛情からなの。俺を連れて帰るのもマスターの命令？アクア、キーブレードマスターになって変わったんだな。俺、テラを探してくる。主で三人目じゃ。やれやれ、面倒な本を預かってしまったわい。分かっておる。心の中の能力を目覚めさせる本は家の中にあるからな。好きに見るといい。三人目？テラとベンもここ。お前はベンが言っていた仮面の。ああ、ベントゥスか。どうだ、あいつ少しは強くなったか。どういう意味だ。聞いてるのはこっちだ。それに意味を知ったところでどうにもならない。お前はここで消えるんだからな。ザレ事を。何者だ。なかなかやるな。いいだろう。お前は予備だ。せいぜい強くなるんだな。奴を倒さなければ。テラとベンを巻き込むわけにはいかない。アクア！ベン！テラには会えた？うん。でも一人で行っちゃった。そう。私も行かないといけない。じゃあ俺も一緒に。それはダメ。ベンは一人で帰るのよ。一緒に行けないの？ベンは危ないことに巻き込みたくないの。